1年間でタイヤ、そしてまあ車種、エンジンもそれぞれもう全てが、まあ、これさ相当激しいなるあのものになると思います。それではここで昨日の予選の結果、上位のドライバーとマシンをご紹介しましょう。予選第1位ポールポジション、第1ですインサイバー26番和田隆雄、ヘドラスアドバックローラ P89 エキックスが204キロ以上、1分18秒116富士スピードコースレコードを作りました。このマシン濃いグレーの独特のマシンであります。49やはり一番のマークする選手といいますと、どうしてもやっぱり星野さんが一番ね気になりますね。勝負どころはどのあたりだと思っていますか。一体山左右すると思うんですよね。で、まあスタートは星野さんもあんまり良くないんで、まあ先頭で石子なと思うんだ人が一番距離あるんじゃないかと思ってますね。そして第1列スタッガードで少し後ろになりますサイド、アメリカのロスチーバー11番ワコールダンロップレイナード 89D チーバーは24歳の若手です。第2列予選草木駅レイトンハウスマーチ 89B アウトサイドにシーズン第1戦鈴鹿で優勝していますベテランの星野選手が入ります。80クレムラ P89 ニューマシンに乗り換えました。昨日午後のタイムアタックで4位につけています星野和義です。そして第16番安定した力を見せた正則1分18秒608レイトンハウスマーチ89B。今スタート前の気象状況が入りました。湿度が 70% 南の風8メートルから10メートル路面温度は28度。今薄日が差しましょう。右側立周4470メートル。今これは曲がっていきますが、これは100アースコーマナーから100アール、まもなく富士の名物の30アール、今ヘリコプターのカメラから撮ろうと思いますけれども、第1コーナーの後、ヘアピンを通過していきますとありますが、ここを曲がって右、ここが高速コーナーになりますが、非常にきつい20アール、半径20メートル、そして25アール、出口が80アールになりますが、まあ、ポイントは何と言いましても熊谷さん、はい、第1コーナーですね。第1コーナーですね。この先陣争い、もう相当激しいものになると思いますね、はい、さてポールポジションを取りましたこの和田隆雄がどういったスタートを見せますか。そしてこれに続くかのマシン11番のロスチーバーあるいは岡田、そして星野、第1戦優勝しています星野あるいは関谷、こういった後続グループがどういったスタートを見せますか。これが第1戦優勝しました星野のマシンです。さあスタートランプに注目しましょう。まだちょっと後方の車動いてますね、さあグリーンランプでスタート。今スタートチーバーがいいスタートですね。スタートチーバーがいいスタート、遅れました、飛び出しました。和田が遅れた、ちょっと遅れました。星野がアウトサイド第1コーナーに向かいます。ロスチーバーがいいスタート。あ、1900インチ来ましたね。1900インチ来ました。はい、第1コーナーです。ここはいこう、アウトスピン、関谷のスピン、ご覧に星野の前6台巻き込まれました。さあこれレースどうなるんでしょうか。コースはですね、一応クリアなんで、あ、高橋も止まってますね、はい、さあ、はい、2番手がですね、わー上がってきましたね。さあ何か100あるです。先頭行きますのがロスチーバー、まずすり抜けましていいスタートを切りました。ロスチーバーがヘアピンコーナーです。その後ろに小川ですね、小川仁志、その後ろに、これはジェフリースでしょうか。ピロじゃないよ、はい、和田がですね、和田リアウィングがないんでしょうか。あ、ダメですね。そうですね、スロスロしてます。はい、スピードが上がりません、落ちています。一旦レースが中止されます。一人怪我をしてますね。ジェフリース、さあどうだ、バリラが見えますね。パウロバリラ、ピロです。エマヌエルピロですか。そうですね、星野も巻き込まれました。最初にスピンをしたのは関谷選手でした ね。そしてこれに6台が巻き込まれました。担架で運ばれますエマヌエルピロです。おっとエマ
RL 氏が今救急車、富士インターナショナル F3000 レーススタート直後に大アクシデントがありました。これで岡田、星野、ピロ、バリラ、松本、この辺りが巻き込まれました。今このフォーメーションラップの間に和田隆雄選手のマシンがエンジンがかからず、どうやらピットをスタートになりそうです。あとバルバッツォ選手もそうで、バルバッツォ選手やっとエンジンはかかったんで、はい、さこれでですねピットの出口まで行くんですね、はい、そして、ピットエンドを通り過ぎた後、ここから再スタートですからね、はい、ボールポジションから行ってきて最後尾と、最後尾ですよね、大体ですね、はい、さあ1番スタートですね。チーバーがやはりインスタートを切りました。それを追ってアウトサイドから星野、インサイド関谷、その後ろに小川です。中谷がアウトサイドに取りました。第1コーナー、注目の難しいこの第1コーナーです。先頭はロスチーバーです。これを追って関谷、そして星野、各社1コーナースタートしまして、やっと和田選手が今スタートしました。そうですね、外から和田選手を、それからバルバッツァが出ていく、はい、これが第1コーナー、はい、和田、そして後ろにバルバッツァ、バルバッツァですね、まもなく A コーナーですが、しかし先頭部のヘアピンです。はい、トップがチーナー、そして関谷選手、3番手が星野、星野ですね、そして小川選手、エース選手、中谷選手と続きます。300R です。高速コーナーになりました。そしてここからは B コーナーです。減速のためのコーナー、 B コーナーに入ります。45周再スタートの1周目、ここが左 25R、 そして 80R の出口、 250R からまもなく最終コーナーです。この辺がですね、2番手の関谷選手はまあマシンを修理した、3番手の星野選手はリカーを持ち出したということで、はい、この2人車に馴染めるかですね。そうですね、その点トップの、はい、そして、4番手の小川選手、はい、この辺りはもう完全に決勝の仕様になってます。続きまして関谷、そして星野、21番の小川、25番のジェフ・リース、リースもいい位置に寄ります。非常にいいタイムを出しました。和田がどこまで追い込めるか、はい、このマシンですね。まあ、彼の車もですね、はい、リアを接触されましてね、ウィングの交換したわけですね、はい、それで、まあ、治ったことは治ったんですけど、それがどこまで、追い上げることができるかというところなんですが、はい、さて先頭行きますのがロスチーバーです。3周目に入りました。先頭はロスチーバー、これを追って杉谷です。星野、小川、ジェフリース、その後には中谷が行きました。これが2位の関谷です。 100R からまもなくここを過ぎますと右へカーブしてヘアピンです。先頭のロスチーバー、24歳若いアメリカのロスチーバーがまず先頭を切りました。再スタートの F3000、 あっと今1台減っていましたね、あるしですね、ちょっと踏み込みてバランスを崩しただけなんで問題ないと思います、はい、さてここが B コーナーです。再スタートもなかなかいいスタートのスティーバーが先頭、これを追いますのが友達の関谷です。さあその間ちょっとありました、こちらが大阪選手の後ろに準備させましたね。これが先頭のロスティーバー。さあこれでロスティーバーは4周目に入りました。これを追いますのが関谷。これが先頭のチーバーです。マヤさん、ちょっと 1,2 の差が開きましたね。いや、ほどですね、ロスチーバーは楽な展開になりましたね。その後方で苦しんでいるのがやはり星野選手ですね。そうですね、星野の後ろにはジェフ・リースが上がってきていますね、はい、最後尾スタートの和田選手なんですけれども、今清水選手を抜いてですね、どれくらいも投げましたかね、この辺スタートをちょっと測ってみたいと思います。はい、26番、これが和田、追い上げる和田です。しかしピットスタートで最後尾からバルバッツァとスタートしておりますので、どれくらいのところまで展開しますか。レースは序盤です。追いますのが関谷、そして星野、出ようとしておりますのがジェフリース。